はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ、今夜も佐渡島からお送りします。残り少ねえなった天領杯の純米冷やおろし、2012年に発売されたやつをちびちび飲んで、とうとうあとほんのわずかになってしまいましたかけども、今日8月17日が明けて18日になりました。今日はもう佐渡の観光シーズンというか、観光のお客さん、それから帰省のお客さんというか帰省の方も、そろそろ帰られて静かになるなってきとるわけですが、その中でも今日は、十数人ぐらいのなんかこう大集団が店の中入ってきまして、まあ、ちっちゃい子から小学生からどうだろう70、80近いぐらいの親父さんまで何家族あったんだか、ドドッと入ってきまして、まあ、店がいっぱいになったんですけども、まあ、そのところの、まあ、真ん中ぐらいに入ってきた人ですか、40過ぎぐらいのお兄さんがいきなりニコニコしながら、YouTube 見てますよとかなんか言われてドキッとして、ああこう見て本当に見てくれとる人おるんだなと思って、まあちょっと嬉しいなったり、まあなんか恥ずかしいなったとか、しょしねえなったりとか、まあそんな感じになったわけですけども。で、まあよう話してみると、その親父さん、81系ぐらいの親父さんは、実は相川のその、この先の、石見の国から来たとされるあの、姫津の部落、集落っていうんですか、姫津の出身だったということで、まあ、石見さんではなかったんですけども、名字は違いましたけども、まあ、その人でうちの母親が、姫津の新し屋なんですけども、そのこともよう知っとったみたいです。まあ同じぐらいの年代になるんだと思うんですけども、まあ、その人が来てわざわざここへ寄ってくれて、で、まあ、買い物して行ってくれたと、非常にありがたいことだと痛感しております。まあ、皆さんのそういう、縁を通じていろいろあちこちから力を借りてというか助けを助けというか、まあ、助けられて、まあ、毎日をやっておりますが、石見の国だろうがどこの国だろうが、皆さん今は、佐渡から出た人で、まあ、東京に住んどるみたいなんです。東京で、まあ、仕事をやっとるみたいでして、親子で、先を校庭行ってもらいましたという話で、遠いんですけど、なんか近くのような、すぐ親戚とまではいかんにしても、まあ何かしら関係があったんだろうなという、そういうお客さんの話でして、今日も一日、まあ楽しく終わってきたわけです。まあ話は変わりますが、今度の日曜日20日には、本当話変わりますけど、BSN 少年少女水泳大会つのに、に行ってきます。ドキドキしながら、まあ子供たちが一番ドキドキしとるかと思いますが、親もドキドキしながら、俺もドキドキしながら、まあ楽しんでこようかなと思っております。以上、佐渡伊藤酒店晩酌151でした。